おのれら引くな戦え森政殿、お味方はもはや壊滅、ここはお逃げくだされ。親父殿すまん。織田信長亡き後、柴田勝家と羽柴秀吉が覇権をめぐり戦った世に言う賤ヶ岳合戦である。幾日も続いた睨み合いの末、戦いは終わりを迎えようとしていた。勝家様、一大事にございます。利家殿が戦場を離脱されました。何だと。利家、それで森政は、森政はどうしたのじゃ。今壊滅、森政殿の行方も分かりません。この戦、もはやこれまでかと。そうか。出陣いたす。秀吉はどこじゃ。勝家様、お味方の兵はわずか2000、敵は2万。これでは死にに行くようなものにございます。それでよい。ついてきたいものだけついてまいれ。あとは逃げよ。勝家様、ここは一旦兵を引き、北の将で体勢を立て直しましょうぞ。もうよいのじゃ。信長様が亡くなった折に、橋の居場所もすでになくなっておった。あがいてみたが、どうやら天はわしより秀吉を選んだようじゃな。やるだけのことはやった。あとはどう散るか。勝家様のご存念、ようわかりました。されど、勝家様の死に場所はここにあらず。どうか北の城へお戻りください。それはかなわぬことじゃ。あの秀吉のこと、すぐに追撃してこよう。ひらめてはなりませぬ。秀吉は、秀吉軍は拙者が食い止めてご覧に入れます。どうかこの金の御幣を俺がしにお貸し与えくださいませ。庄助、わしの身代わりが務まると思うてか。勝家様の首を増兵腹に渡すわけにはまいりませぬ。どうか拙者にお任せください。託したぞ。皆の者、北の将へ撤退じゃ。兄上、何をしておられますか。いえ、もはやお逃げください。庄助、分かっておるのか。うちに残るということは死ぬということだぞ。分かっております。いや、分かっておらん。兄上、拙者は勝家様のためなら命惜しくなどありません。ならば私も残る。言えおりますか。庄助、
敵は大軍だ。お前だけで防ぎきれると思うてか。相変わらず厳しい。思い起こせば幼少の頃から褒められたことはありませんでしたな。話をそらすな。何故。ここは拙者にお任せください。必ずや敵を食い止め、ついえさまにお世話いたしません。しかしお前を残して私だけ出るわけにはまいらん。ここで兄弟揃って死んでは母上への親不孝となります。兄上は我が免治の家を守らねばなりません。どうか兄上は生きてくだされ。翔介、頼んだぞ。五兵じゃな。まさしく勝家の馬印。勝家でここを死に場所と選んだか。よし、勝家を逃がすな。必ず討ち取れ。ペーン。皆よう聞け。柴田勝家はここぞ。我が首取れるもんなら取ってみよう。何をしておる。敵は小勢ではないか。何を手間取っておる。引くな、せれんか。ほれ、お主らも先頭に加われ。はあ。勝家様は無事越前に入られたとおか。先ほどのろしが上がりました。勝家様は無事越前に逃げられた模様です。そうか。兄上、わしはやりましたぞ。皆の衆よっしゃ。勝家様無事越前に入られたぞ。この戦、我らの勝ちぞ。おお。あとは各々武士として恥じぬ戦いをしようぞ。あっ。
兄上。何故戻ってこられた。弟を見捨てて帰るもまた不幸だと思ってな。何せお前は自慢の弟だから。兄上お前、柴田勝家だな。この首、もらう受ける。打ち取りましたぞ。そうか、出がした、出がしたぞ。兄者、どうやら勝家には逃げられたようじゃの。そやつは勝家ではない。そやつは免寿庄助。おそらく隣は兄の正信。主君を逃がすために身代わりとなったか。見事じゃ。免寿兄弟か。惜しいものよ。ならば秀吉様、勝家を追いましょうぞ。それには及ばん。兵たちも疲れておろう。しばし休憩じゃ。秀長様、秀吉様はなぜ勝家を追わんのですかの。おそらくは免寿の願いを叶えてやりたいのだろう。最後まで共に、我ら兄弟もそうありたいものだ。遠い遠い昔の話である。免寿兄弟、彼らは柴田勝家のためこの地で戦死した。今はひっそりと、善長寺のすぐそばで、眠りについている。